4分だけ一緒に。昭和47年にタイムトラベルしませんか？6個生きてるシャツの中がシャツの中に聞こえた。あれも死なない、死なれちゃいけない。健全な男の子にとって魅力的だったオレンジファイター。野球盤に消える魔球がついた。60秒全力でやっていた。お小遣いのすべてをつぎ込んだ。家に帰ったらテレビでやっていて、今同じ現実の世界の出来事だと思うとすごく違和感があった。どうにも止まらない。学校へ行ったら踊ってる女子いましたよね。飛んだ。決まった。見事なジャンプ。銀盤の妖精ジャネット・リン。尻餅ついた後の笑顔も可愛かった。地球は一つ、割れたら二つ。インドの山奥、でんでん虫、カタツムリ。外国出身力士として初めて優勝を決めたジェシーこと中見山。初めてパンダが日本にやってきた。動物園では2時間並んで30秒しか見れなかった。